はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。2時40分を回りましたね。今日はちょっと寒いんですよ。でもこの日は19度、千代田区はでも11度だそうでございまして、寒いよ。日経平均ちょっとだれましたね。プラス200まで押されて、203ですね、今押されてます。ドル円は円高ですね、 141.626 と、香港ちょっと慣れてますか、346プラス、はい。ドルウォンはですね、小忙しいですね、1296というところでございまして、はい。本題いきましょう。本題はですね、このパーケン騒動ですね、政治、日本の政治でございまして、なんかしょうもない話だと思うんですけどね、僕はしょうもない話だと思いますよ。要はパーケン一生懸命打ってですね、それを裏金にしてたというだけの話でしょう。これ検察ほんまにやんのという、これで政治家捕まえんのという話ですね。政治資金規正法違反ということでね、名目は立つんですよ。つまり立てられるんですよね、事件として。しかしですね、額もそんな大した額で、1年に1000万とかでしょ、多くて、奥もごまかした人そんなにいないんちゃいますの。5人衆といえども奥はごまかしてないんちゃうのかな、この5年間でね時効までの1年で1000万ぐらいの裏金を作るって、そんなにいけないことです。いや、まあ、いけないことですよ。法律には違反してますよ。そんな政治資金規正に違反してる、で、それででもあんたらほんまにやんのという世界ですけどね、僕から見るとね。で、これ、多かれ少なかれやってるわけですよ、他の派閥も。総裁派閥である岸ちゃんとかもやってるわけですよ。で、じゃあ額が小さいから、年に100万、200万やったらセーフ。で、1000万やったらアウトってなるのという世界ですね。これせやしね、議論を進めていくと、あ、しょうもなってなってですね、国民しらけるんちゃうかなと。それで、検察の特捜部ってね、多分に世論に左右されるんですよ。まあ、本当はそうであってはいけないんですよ。法律通りにやってもらわなあかんないですけども、多分に世論に捜査というか左右されて、まあ、日本の裁判もね、多分に世論に操作されるんですね。操作というか影響を受けるわけですね。本当はそうであってはいけないんですけども、でもそういうところがあるわけですね。でもこれは無理筋ちゃうんかなという気しますけどね。脱税にしたところで、ね、年に1000万ごまかしました。1000万全額はでも生活費にはなってないでしょ。じゃあ半分生活費入れましたとね、じゃあ年に500万のじゃああれですかみたいな。一般人でね、僕レベルでね、年に500万も余計にこう所得が増えたってのは偉いことですよ。それはもう政治家でしょ。最低限2桁の人は使ってるわけですよ、国会議員というのは。地元とですね、公設秘書や東京の秘書を入れて最低10人は使ってるわけですよ。多い人は20人30人のスタッフがいるわけですよね。そういうレベルの人というのはどうでしょう、年商10億円ぐらいの、10億とは言わんけど、5、6億円ぐらいの会社の社長と同じなんですね。国会議員の経済サイズっていうのは。その人たちに、じゃあお前年に500万ごまかしてやろうって言って、追徴課税するのは、それは特捜の仕事ですかというふうに思うんですけど。はい、まあ、よたよた言ってもしゃあないので、本題というか、本件ですね。産経新聞にこんな記事が出てまして、これ昨日ですね、14日。国金政治、黒いお金ですね。国金政治、スキャンダル暴露、閣僚交代で中国国営通信と。ちょっと読みますと、中国国営新華社は14日、岸田文雄首相が自民党内の国金政治スキャンダルが暴露されたことを受け、安倍派の4閣僚を同日交代させたと東京発で報じた。国民の信頼回復を図り、重要な政策決定への影響を避けるためだとしている。
新華社、自民党派閥の政治資金パーティー裏金問題をめぐり、安倍派の裏金は最近5年間で5億円ほどに上る可能性があるとの報道を紹介、東京地検特捜部が捜査を進めていると伝えたと。安倍派、これ共同です。安倍派で5億円でしょ。それも何年、5年間で5億円でしょ。1年1億円でしょ。中国人、せさら笑ってますよ。はっきり言うて。ほんまに。せこーって話ですよね。日本小さい国やなってみんな喜んでるからもうバカにしてますよきっと中国人たちは。今ね日本にルンと言いまして、まあ、要は逃げてきた中国人の富裕層たち、わけわからん人がいっぱいいるんですよ。あなたどうやってそのお金作ったと言ったらですね、言えないんですよ。みんなね、ほとんどの人が言えないわけです。で、共産党の幹部であればですね、黙っててもお金がじゃがじゃが入ってくるわけで、黙っててもっていうか、まあそのね、自分の利権を行使すればですね、お金なんかじゃがじゃが入ってきてですね、大体その都心でですね、タワマン買ってるような中国人っていうのは2桁以上の円にしてね、日本円 にして2桁億円レベルのお金持ってるんですね。それも別にな、大した大臣とかね、知事とかね、そういうレベルちゃうんですよ。なんてことない地方の幹部レベルなわけですよ、共産党の。まあ、共産党であるかどうかも、まあまあ、それは限定できませんけども、まあ、要は、そういう要職にあった、あるいは権力が行使できた人、あるいは権力者の超近いところでビジネスをやった人たちなんですね。彼らは優に2桁億円以上のですね、税務署に申告したい金があって、それを密かに持ち出してですね、日本に持ってきて、日本の3億円ぐらいのマンションを安い安いって買うてるわけですよ。何でもない人ですよ、日本から見ると。それに比べて、この安倍派っていうのは国会議員ですよ。99人いるんですね、安倍派は。99人のうちのほんの数人が年に1000万ごまかしてた。なんなんそれっていうか、ラベル違いすぎんですよ。ラベル違いですね、レベルですね。僕の世代はね、ラベルって言うんですよ。誰かがね、某歌手がね、村田邦夫やったかな。ものすごい、ボトルのことをボルトって言ったらですね、レベルのことをラベルって言ったらですね、ハワイに行ってね、空港降りたらね、うわすげえなーって、ここは外車ばっかりだとか言うとかね、まあ伝説があるんですけど、昭和の終わり頃流行ったギャグなんですよ。でそれでこう、それでなんとなくね、ラベルって言わないでレベルって言っちゃうわ。どっちがほんまやったかな。そう、レベルがほんまやったんですね。レベルがほんまどっちかわからへんね。ラベルって言うんですけど、もうラベルが違うんですよ、ほんまに。もう向こうはね、2桁億円でしょ、なんでもない役人が。こっちは国会議員やのに、せいぜい奥行ったか行かへんかぐらいでしょ。ちゃうやん、そんな全然と。今回の事件はね、今回の事件限っては。いや、先生方もっといろんなことやってると思いますよ。やってると思いますけども、これで大騒ぎしてるっていうのはね、いや、なんとなくこっぱずかしいですよ。だからね、こっぱずかしいというか、恥ずかしいですよね。絶対中国人に笑われてるわと思ってですね。日本の政治家ってそんなに貧乏なんかっていうふうに思われてるんじゃないですか。まあ実際ね、そんなね、儲からないと思いますよ、政治家っていうのは。だって日本ってね、ちょっと悪いことしたらバレるやん。バレたらね、刑務所行かなあかんやん。嫌やん、そんなんって。もう政治家に戻れへんやんっていうことでしょ。うん、だから、ものすごい慎重なわけですよ。日本の政治家は。それはやってるやつはやってますよ。やってるやつはやってると思いますけど、でも桁が違うんですよ。僕はその辺のただの地方政府の役人みたいなのが、すぐに2桁億円、3桁億円の蓄財ができるんですよ。こんなん桁がちゃうやん。全然ちゃうと思いますよ。だからもうこんなん中国でね、何が国金事件やと思うんですよ。君らと比べたら1000倍マシやわというふうに、私なんかは思いながらいつもこのニュースを見てるんですよね。まあしかしね、こう、ラベルが低いですね、ほんまにね。飽きませんわ、ほんまに日本の政治というのは。
はい、ということでございましてですね、この産経新聞ですね、今読みました、でも共同からの記事ですけども、一応国金政治というタイトルの記事のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。